皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。さて今回は澤智子さんをゲストにお迎えしたマーシャルのお話の最終回となります。それではパーソナリティのラリーさん、お願いいたします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは。澤さん、前回ですね、マーシャルで、日本語を教えていらしたという話を伺いました。なんか楽しい、教室の中で眉毛で挨拶をするとかいう楽しいお話を伺いました。本日はですね、その、日本語を教えていらしたということが現在どんな風につながっているのかなというあたりを伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。澤さん、大学院の研究テーマを考えていて、マーシャルでどうして日本語教育が続けられているのかなというあたりをなんか研究してみようと思ったというふうに私伺ったと思うんですけれども、行ってみてその研究テーマどうだったんでしょうか。なんかこう新しい発見などありましたでしょうか。はい、実は少し話が逸れてしまうんですが、マーシャルに行く前の話からさせていただきますと、偶然にもマーシャルの配属先に以前派遣されていたボランティアの方が同じ大学院にいらっしゃったんですね。で、そしてさらにマーシャルの日本語学習者の日本語や日本語学習に関するビリーフ調査をされていたことを知りました。はい、はい。で、ありがたいことにその方の修士論文を読ませていただいて、マーシャル人学習者は日系人意識を持っていて日本語学習に前向きだということが書かれていたというのを知ったんですね。で、その調査結果を読んだときにとても私は衝撃を受けました。その日系人意識というのは、前回話してくださったその日本にルーツがあるというあたりの意識ということでしょうか。はい、そうなんです。はい、でも私はその日本からマーシャルへ行く前、日系人意識というと南米の方が持っているような日系人意識だと思っていたんですが、実際には少し違っていたということを言ってから気づきました。はい。で、さらに実際にそのボランティアに参加された先輩の報告書を読んでみると、約30年間ぐらいもボランティアが派遣され続けているんですが、現地のマーシャル人の日本語教師が全く育っていないことや、初級の日本語レベルにとどまっていることというのが報告書にたくさん書かれていました。はい、そうですね。なんかあれでしたよね、はい、澤さん自身も言ってらっしゃいましたもんね。なんかこう全然こう初級レベルで終わってしまう学生が多いというふうに、そういう実感だったんですね。そうですね。はい、で、2回目にも話したんですが、日本語クラスに入ったばかりの学生にアンケートを取ると、日本にルーツがあるからという先輩のビリーフ調査の内容と同じことが書かれていました。そこで私は少し矛盾を感じたんですね。なぜその調査では日本語学習に前向きだと書かれているのに学生の日本語学習が持続しないんだろうか。日本語学習を始める学生はたくさんいるけれど持続しないということがとても不思議に感じました。ありがとうございます。ということはその、前もって読んでいたその論文なんかに書かれていた問題意識というのを持って澤さんはマーシャルに行って、その問題意識を実際の現場でこう肌で感じながらテーマを深めてきたということなんでしょうか。はい、そういうことですね。でも実際に
配属先のマーシャルの短期大学に行ってみると、うん、そこで学生に調査や研究をするというのはかなり複雑な手続きが必要で時間がかかることが分かりました、はい、そこで私は、うん、それはちょっと大変だなと思って、うん、多くの学生にインタビューをして学習をどうして継続しないんですかというアンケートをしようと思ったんですが、それを諦めました。うん。何か他の方法を使おう。はい、そうですね、はい。逆に多くの学生にアンケートを取ることとは違う、ごめんなさい、取ることをやめて、うん、マーシャル人学生には珍しく、長期的に日本語学習を続けていて、日本への留学を決断した学習者一人に絞ってその学習者にインタビューすることをしました、うん、日本に留学するというのは、大学か何かにこう行ったんでしょうか。はい、マーシャルの短期大学と日本の大学が提携をしていて、その留学プログラムに参加した学習者に協力を頼みました、うん、じゃあその学習者一人にこう絞ってインタビューをしたということなんですね。はい、そうです、はい、ということはまさにこう実践と研究が結びついたとい こう理想的な形だったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、もう澤さん大学院は修了されたんですよね。はい、長くちょっと時間がかかってしまったんですけれど、うん、4年をかけてやっと卒業することができました。あ、おめでとうございます。テーマはあれですか？これやっぱりそのマーシャルを、行く前に温めていたテーマをマーシャルに行って実践をしてインタビューをして書き上げたっていう形ですかね。そうですね。少しちょっと違っているかもしれないんですけれど、実際のクラスの体験、経験が研究に結びついたというか、実体験から調査の問題意識を絞っていって、うん、でその、問題をどうやってこう調査していったらいいかっていうことを現地で考えていったことになりますね。うん、ちょうどあれですかね、そうすると、コロナの頃に帰国されたという形になるんじゃないかなと思うんですけど。はい、大学院はオンラインですかね。そうですね、オンラインで2年半の間ずっと授業を受けていました。うーん、まあ、でもそれで無事に、はい、終了、はい、ありがとうございます。とても大変だったんですが、はい、マーシャルでかなりテーマを絞っていたことと、うん、やはり協力者を見つけていたということで、なんとか最後まで修士論文を仕上げることができました。よかったですね。で、現在は？はい、現在は日本語学校で、ごめんなさい、日本の日本語学校で働いています、うん、どうでしょう、そのマーシャルで教えていらしたということが現在のその日本語学校で教えるというところに、なんか、あ、これがここで生きてるぞとかって思うことってありますか、この経験、マーシャルでの経験が。はい、実はですね、ちょっとまた話がそれてしまうんですが、はい、マーシャルでの経験がすぐにこう活かせてるとは感じられなかったですね、正直なところ。なぜかというと、うん、はい、日本の国内の日本語学校で就職先を見つけるときにマーシャルで教えていましたと言ってもなかなか就職するのが難しかったですね。うん、それというのは国外、まあ、マーシャルのような海外で教える場合は初級ゼロから教えることが多いんですが、国内の日本語学校ではすでにその初級を勉強した学習者が多くて、日本語学校としてはそのゼロ初級を教える教師よりもその先を教えてほしいという希望が多かったので、かなり就職は難しかったです。うーん、じゃあ現在は教えてる、はい、どのぐらいのレベルの学習者の方教えてるんですか。はい、それが幸運なことにもゼロ初級から教えている学校に巡り合うことができて、今そちらの方で、非常勤として働いています。わかりました、ありがとうございます。さて、
ですね、もうちょっと時間もそろそろあれなので、伺いたいと思うんですけれども、第1回目にですね、澤部さんを一言で言うとというので答えをいただいた無計画という話があったと思うんですけど、これについてちょっと教えていただけますか。はい、今までで計画的に物事を進めることがもともとあまりなかったということがそのまま無計画なんですが、うん、逆に言いますと割とその時のひらめきや情熱で動いてきたと思います、うん、そのおかげでたくさん困ったこともありましたが、他の人にはなかなかできないようなことにもチャレンジできたと思います。であまり先のことを決めてしまわないで、これからも何でもチャレンジしていきたいと思っているので、まあ、このまま無計画で進みたいと思っています。わかりました。はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、今回ですね、3回にわたってマーシャルでのいろんな日本語教育という話を伺いましたけれども、まあ、日本語教育はですね、戦争という歴史というのを背景として、いろんな国にですね、脈々とこう受け継がれているということを私は改めて感じました。まあ、それと同時にですね、マーシャルという国に非常に興味を覚えたので、澤さんに教えていただいた本、文献などを読んでみたいというふうに思います。皆様いかがでしたでしょうか。澤さん、貴重なお話、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。ラリーさん、澤さん、ありがとうございました。日本にルーツがある意識から日本語を勉強しようと思う気持ち、なんかわかる気がするんですよね。例えば私のおじいちゃん、ひいおばあちゃんがもしマーシャル人ということを知ったら、私もマーシャル語を勉強してみようという気持ちにもなるだろうなと。でも普段使わないから継続的に勉強しない、初級レベルに終わるっていうのもなんかすごくわかるような気がしました。ただ今はズームなどがあるので、そのマーシャル人の日本にルーツがある意識が実際の日本人と話すことで、なんか継続的な日本語学習につながったり、また私たちの中でももしかしたらマーシャルにルーツがある意識が芽生えるかもしれないななんて思いました。というのも今回私自身、おじいちゃんが太平洋の島で亡くなっているので、なんかすごくそのような気持ちになりました。さて、概要欄には澤さんからいただいた参考リンクも貼ってありますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りしました。